こんにちは、こんばんは。よいしょ。あんわ、ばんわ。いやー、先週すまんかったな。まさかな。ばんわ、ばんわ。保険です。何故。ばんわ。体調いかがですか？体調はね、痰が絡むのとね、若干咳が出るの以外、ちょっと治っ、もう完全に治った。まあまあ、先週すまん。わかんない。初見ですの人に言うとね、俺コロナウイルスね、なっちゃってね。こんばんは。放送してなかったんで。さすがに喋れる状況じゃなかったから。静養のためにね。若干で、ちょっと声が違う。でも、痰が絡んでるから、今も。味覚ある、あるあるある。全然あるある。心配していただいてありがとうございます。今はちょっと最後、飯食ってたから薬飲むんだけど。ああ、ありがとうございます。お元気そうで。お回復おめでとう。そうだね。まあまあ、オミクロンだしからそんなにあれだぜ。大した、症状じゃなかったよ、俺は。ちょっとごめんね、薬飲んだから。ああ、まあまあ、でも、いやーでも、今週も欲しい。よかったね。すげえよかったね。先週ももちろん見てたんだけど。殺人シーンの出来が予想以上に良かった。良かったね。殺人の出来がなんか良かったね。近年の大河ドラマであんま見ない感じだったよね。昔の大河ドラマ的な感じだ、ちょっとしたよね。この前のマサモトさんの配信なり初めて知ったのでびっくりでした。そっか、俺マサモトさんの配信も行ってなかったからな。こんばんは。そうそう、先週コロナだったんだよ、俺。武田にがっつり振られててよかった。そうそう、武田、ね。まずさ、今週のさ、振り返るとさ、こんばんは、こんばんは。武田についてさ、がっつり振れてたから、すげえよかったね。盾だ。そう、ごめん、ごめん。まだあれだな。盾だな。ごめん。まだあれだな、回復してねえのかな、関係ねえな、それは。そうだよ、盾だよな。なんで俺殺人となんだろう、盾だな。あのさ、戒厳時についてめちゃめちゃ言及してたよね。一番最初の方でもさ、武田信義について言ってたしね。で、頼朝が頭下げねえっつってんのをね。チャット表示なしですか、すまん。ちょっと集まったらチャット表示しようとしたら忘れてた。はい。すまんすまん。ね、あそこまで武田のね、話出てくるとは思わなかったね。まさかの子以来のバンドウムシャの悲願を語る兄上に泣きました。まあ確かにね、バンドウムシャの悲願っていうか、内心を持ってることであるだろうから、ね。死んだ三郎義満流への敵外心がもうバリバリでよかったね。すごいよかった、あそこは。まあまあ、まずさ、一番最初から振り返るとさ、まあ、堤信と殺したところであれだったね。山木兼隆やっぱり、ほとんど出なかったね。あんまり絡みなかったもんね、直接。堤信と、敵役にしてたから。いいじゃん。義時がなんかあんまり、義時が無双してる方が逆になんか俺ちょっと違和感あったから、こんな感じで、割となんだろうな。ちょっと頼りない感じの方がいいかなと思って。言うんだけど。義時ってさ、この後も言っちゃうとさ、源平合戦の時に対して活躍してないんだよね。武勲では。初陣だからっていうのももちろんあると思うけど、あ、そんな感じでやれだなって、やるんだなって。山木とばっちり、そう、山木兼隆実はあんま関係ないから、頼朝と別段敵対してたわけでもなかったからな。
首をきちんと落とす作業ができた。ね、いいよね。硬派な大河ドラマが見たいとか言ってるやついるけど、すごい良かったと思うけどな、俺こういうのって。で、一番最初に出たのも土地の分配だったもんね。まあ、実際その通りで、ね、源頼朝にとって至上命題になってくるからね、土地の分配が、この後。あ、そっか、超低遅延になってないから、ちょっとラグ発生してるのはすまんな。ちゃんと仕入れたし、そう、ああいうのってさ、俺も血がちゃんと出た方がいいと思うんだよな。グロい方が。別にそういう方が見たいとかそういうんじゃなくてさ、なんかさ、そっちの方が現実感あってさ、逆になんだろうね、ちっちゃい子向けとかさ、青少年向けにもうそっちの方が良くねって、もう逆に出ない方がなんかさ、嫌な影響を与えんじゃねえかなって思っちゃってる人間なんだけど。よくれた、そう。おまわおまわ。で、なんかあれだよね、持ち人の領事とか、ちょっとあれね、草もいるのさ、草もいるのさ、お、なんか、オマージュじゃないけど、そんな感じもしたよね。俺、草もいる総集編しか見てねえんだけど。こんばんは。で、一番最初にね、所領の分配の問題が出てきた時点で、ああ、すげえいいなと思って。そうなんだよな。勝って終わりじゃねえからな。所領の分配こそが一番の肝だからね。素晴らしかったね、あれは。で、なんか持ち人のさ、領事をさ、出してるところとか、まあ確かにあれその通りなんだけど、その通りなんだけど、なんかあれ、草もいるにも同じようなシーンあったよね。ナレーションとかで持ち人の、この下げているみたいな感じの、なんかすげえ草もいるを思い浮かんだわ。でもね、草もいる総集編しか映像残ってないよね、多分。俺も総集編しか見たことないもん。ゴーンと方向的なところ出して、まずそこが素晴らしかったのと、で、甲斐源氏の名前出てきたからね、武田源氏、武田のまとめ管理さんがさっき言ってたけど、あの時頼朝だけが別に源氏の棟梁で、頼朝 VS 平家の戦いではなかったよっていうことをちゃんとやりそうだよね。なんかさ、ごめん、俺フライングしちゃう、じゃない、フライングじゃん、でもね、なんでもねえか。今さ、やる前にさ、ホームページってさ、あらすじ見てきたらさ、ちゃんと武田信義出てくんだよね、来週。で、なんか、北条は助けてもいいけど、頼朝は助けないみたいな感じで次回予告で言ってたじゃん。あそこら辺、見るとね、やっぱり甲斐源氏っていうものの、PR を、ってかアピールをしてくんだろうな、しっかりと。富士川の合戦が楽しみなんだよ。あの時武田軍って別に頼朝の手先として動いてたわけじゃないから。頼朝は源氏の嫡流だみたいな感じで、多分本当にみんなに分かりやすくするために説明してんだけど、そうそう、あれっていう話になって、あ、まさまさんこんばんは。あれ、頼朝って源氏の嫡流なんじゃないのっていうの、ちょっと視聴者がこれからそう思う、ちょっとずつ説明していくのかな、やっぱり。しっかりとね、武田を出てくるってことはそういうことだよね。でも、武田だけじゃないんじゃない、安田義貞とか出てくるのかな、加賀統光とか。うん。源氏の棟梁についてね、しっかり触れるとは思わなかった、俺も。しっかり触れてるよね。
勝者がジャクリになるんだよってことをこれからそう、ちゃんと描いていく、描いていきそうだよね。佐竹とかもさ、まあ、名前だけでも出そうだよね。一条忠より出るん、いや、一条忠よりまで出ないと思うけど、まあ、武田信義とか、まあ、でも安田義貞ぐらい出んじゃないかなと思うんだけどな。安田義貞ぐらい出んじゃないの？いっぺんに説明したとしても視聴者ついていけないから、なんか、ここら辺でなんかちょっと正体を表してきた感があるよね。三谷幸喜さんが。ちゃんと分かってるだろうっていうのがもう、今回で分かっちゃったじゃん。ああ、武田、海源氏とか出てきてさ、で、海源氏に対して頼朝が、絶対に俺は頭下げねえって。海源氏に耐えるぐらいだったらもう、自害するみたいなこと言ってたから。地理的には助け呼ぶなら海だよなって思って。てか、時政って実際海に逃げてた説が濃厚なんじゃなかったっけ、確か。別に海に援軍を呼びに行ったとかそういうのは、あれとして。まあ、佐竹名前ぐらいでいいんじゃないのかな。志田千条三郎義弘とかそういうのは出るかわかんないけど、頼朝のおじさんの。であとは特にあれだもんな。その後石橋山へ GO だよな中村獅童がすげえいい感じで出てきて、あの見た感じであれだもんな、一発でうわ影時だってみんな一発で分かったから感じの影時っぽい影時だったね。梶原影時は佐竹って頼朝と争ってた。うん、頼朝と、ってか、頼朝と戦ったっていうか、頼朝の手先と戦った。小山氏と戦ったからね。中村獅童、いいね。あと、大場影近ね。大場影近かっこよかったな。次回はあれだよね。多分、今回は宗時の回だったじゃん、北条、まあ最後の方でね。宗時が死ぬ回だったけど、次回死んで悲しくなるのは大場景親と伊藤助親だろうな。特に、ね、この二人だろうね。景親と助親。やっぱり義経にいじめ役なの？どうだろう？そういう感じじゃないんじゃないかな。次回の、あれじゃね？例の石橋山のあの伝説でわかるんじゃない？で、三浦が来るのか来ねえのかみたいな話になって。ま、でも三浦ってまずあの時千も多分いないよね。ごめん、ちょっと突っ込んじゃうけど。国村さんすごいかっこいいよな。でもさ、あれだよね。まあまあ、そこら辺、あれ、下辺浄水器とかに沿ってるんだと思うんだけどさ、草もいるの総集編とあんま、あれだよね。大きく変わんなかったよね。あの、北条時政と大場景親の、やんややんやとか。まあでも、それはしょうがないか。下辺浄水器に沿ってるもんね。あそこでなんかさ、石橋山の戦いの前にさ、まあ、レスバトルしてたじゃん。伊藤助親、伊藤じゃない、あの大場景親と北条時政が。あれ、北条時政がそれでなんだろうな。言い合って終わって、で、結果、頼朝の方から攻めかかったっていうのは多分ゲーペン浄水器に書いてあることだけど、実際どうなのかは知らねえけど。タイトル的には自称受益される前哨戦。まあ前哨戦だもんね、今もね。重忠が祖父三浦義明を殺す。まあ重忠はそんなに出てまず出てこないんじゃね。三浦義村の食えなささが素晴らしい三浦義村と和田義盛が出てきたのよかったね、あそこね。三浦勢でなんだろう、一族的な分家系図とかもちょっと出してほしいなと思ったね。三浦と和田の関係みたいなの、あれじゃん、多分和田一族っていうのがさ、もともと三浦一族出身ですよってこととかもさ、視聴者はわかんねえだろうからさ。
そう、三浦さんとこに、北条にはお前の親友がいるんだぞと聞かれて、すまん、これで、すまん、小四郎でいいよね。あれが、なんかさ、じゃあ逆に俺すごい、あれいいなと思ってさ、ご飯吹いたって面白かったしさ、なんか三浦義村ってそういう感じじゃねっていうふうに俺思ってるから。義時の無二の親友で、なんだろう、新選組のさ、時のさ、土方と近藤みたいな感じで歩んでいくんじゃなくて、ちょっと食えない感じを出してほしいよね、三浦義村だったら。そう、さすが友、三浦の犬は友を喰らうぞだよね。義村とね、ねえ、やっぱキャラ付けがうまいね。三浦義村も和田義盛も。あれぐらいドライな感じでやってくれるのがいいんだよ。その後さ、あの後さ、あれじゃん。まあ、上級の乱とかでの、三浦一族を切り捨てるところとかでもさ、流れ、同じ感じでやんじゃないの？あれはやる岡枕の赤木かって言った。確かに赤木っぽかったね、あの時はね。やっぱり登場人物の坂東兵支持率が高い。まあね。和田も三浦もそうだしね。梶原もね、大場もそうだし。あの和田さんは勘違いで共演しそう。佐藤 B 作がな。ね、佐藤 B 作もいいんだけどな。結構でも佐藤 B 作ってそこそこ長く出るよね。三浦良純役。三浦種吉をね、やる岡枕だと、三浦吉村の作だったみたいな感じになっていける。多分、普通に種吉が裏切っただけだと思うけど。ね、そうそう、これから千葉和田と増えていくんだけど。で、頼朝が北条なんか頼んなきゃよかったとか、ぐちゃ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 言ってたから。時政が、なんか、時政と方、なんか、あれだよね。頼朝の関係もいいよね。すげえいいなと思った、あれも。頼りになる婿殿とかさ、可愛がっている婿殿とかさ、頼れる舅殿って関係じゃないじゃん。実際さ、時政ってさ、頼朝のさ、生きてる時代ってさ、そこまで重要なポジションにないじゃん。かといって、軽んじられていたかっていうと、そんなに軽んじられていたわけでもないと思うんだけど、時政ってそんなに出世はしてないじゃん。頼朝がいたときに。頼朝ぶっ飛ばしたくなった。でもあれ、鬼人っぽいよな、あれは。都の貴族っぽいじゃん。いいじゃん。時政ってあんまりね、重用されてないんで、頼朝いるときって。時政のラストの当時の武士っぽくてよかったね。頼朝は別に時政さんのこと大事に思ってないし、時政も対して頼朝に対してそんなに思ってないからね。だからあれやりそうだよね。時政の伊豆引きこもり事件とかそういうのも、あ、もちろんやるだろうけど。孫殺すんですか的な話ありましたけど、すでにスケッチか経験済みなら、あれだり、頼朝の、あれじゃね、血が入ってるやつは孫と見なしてないんじゃないの、それは。いや、そんな感じだったな。あとはもう北条宗時が死んじゃって、みたいな感じだったよね。まあ、宗時が死ぬっていうのはもうみんな分かってたろうからな。しかも月収に同じという。まあ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 いいんじゃない、あれはヘイトを集めるためにもいいんじゃないですか。え、時政のさ、俺今回ああいう性格いいなと思ってさ、何がいいかっていうとさ、時政のさ、あれじゃん、権力握っていく過程でさ、やっぱり北条時政って本当はすごくて、この後なんか覚醒していくんだよみたいな感じではないじゃん。割と登場時政の陰謀って結構さ、頼朝死んだ後もさ、
綿密に練ってってる、行き当たりばったりでなんか気づいたらこうなってました的な感じになってんじゃん。義時が宗時の夢を引き継ぐ形だったとは。これあれだよね、なんか草燃えるも同じ感じだったよね。宗時がそういう野望を持っていてみたいな。知らなかった人からすればかなりショッキングが。ああ、そうだね。知らなかった人からすればちょっとショッキングかもね。まあ、お加減はどうですか？痰がめっちゃ絡んでる、今でも。それ以外は大してもう全然、若干咳き込むぐらい。弟に孫を殺される政子の反応。どうだろうな。時政があれすげえいいキャラクターなんだよ。あの後もなんだろうな。行き当たりばったぷりっぷりあんま変わんないからな。そこが、あれだよな。だから振り幅がでかいんだよな、時政って。あ、そうだね。まあ普通、歴史オタクからしてみたらね、北条宗時が死ぬなんてことは知ってると思うけど、普通の人からしたら宗時の存在自体知らないもんね。しかも片岡、あれだもんね、愛之助さんが演じてるんだもんね。え、こんな死んじゃうの早くって思っちゃうかもね。で、宗時死んじゃって、で、あれだ、あのな、来週の以降の話だけど、佐藤浩市ね、楽しみだな、上総広常出てきてくるだろうね。上総広常と、あと、多分千葉常胤とかはそこら辺も出てくるでしょ。上総広常出てたってことは。千葉常胤とか出てくると思うから。広常、佐藤浩市さんだから、芹沢鴨みたいな感じになるのかな？三谷さんで。新選組の芹沢鴨みたいな感じになるのかな？めちゃめちゃ楽しみなんだよ。佐藤浩市のせ、本当に楽しみなんだよな。あの佐藤浩市が、いやでも見たいな。中村獅童にさ、ごめん。あのみんなのいるからネタバレしちゃうけど、中村獅童の梶原掛け時に佐藤浩市がスゴロク中に殺されるのすげえ見たいな。で、そうだよね。八島さんの武田信義もいいよね。エマさんかわいそうでした。エマさんあれかわいそうすぎるよね、ちょっとな。エマさん本当にかわいそうだったな、あれは。あんなな、駒使いみたいにな、船出せっつってさ、なめんなーっつって、怒鳴っても結局舐められたまんまでな、ガッキーの使いっぱしにされてな。そうそう、新選組の芹沢鴨みたいな感じになりそうかなと思って、今回の広常ってあれ夫婦じゃなくて主従で、主従だよねあれね。大場景親かな。で多分来週で頼朝が合流して、でどうなんだろうな。再来週あたりに鎌倉に拠点構えて、富士川の合戦で、再来週の次のあたりで大場景親とか伊藤祐親が死ぬんじゃないかな。エマさんマジでかわいそうだよな、あの人な。しかもな、上司に押し付けられてたからな、別に、あの人が欲しがってるわけじゃないからな、ガッキーを。かわいすぎるよな、あれ。王さんはしばらくこんな感じなんでしょうかね。なんか西田敏行さん立てないらしいからね、今ね。しょうがないよね。
やっぱり楽器は義時嫁か。まあそうなるのかな。てか思ったより楽器出るね。俺もっと早く楽器退場するのかなと思った。楽器だってさ、あんだけ人気あるさ、人なんだからさ、そんなに拘束時間長くできねえだろうと思ったら、思ったより出てたから、俺も、多分、5話ぐらいで、もう、今回ぐらいで退場すんのかなと思ってたけど。多分、この後も出んだろうね。まさに、本当にね。これで義時の嫁になったら本当にかわいそうだよな。なんか、釈然としないよな。エマさんはちょっとかわいそすぎるよな。で、この後な。で、来週が本当に、また、バンドムシーが出てくるのは楽しみでしょうがないんだよ、あれ。いや、千葉つねたねとかな。しかもさっきもさ、言ったけどさ、武田がさ、しっかりとフューチャーされてるじゃん。武田の存在っていうのが。源氏として別に頼朝に味方してるわけじゃないですよって。武田っていうのは頼朝と全く別の源氏で並列する存在としていますよって。だから頼朝も武田に頼みたくないとかさ、そういうこと言ってる中で武田が出てくるから、すごい楽しみなんだよな。タイラーのただつね系統な。そうそうそう。いや、三浦義村もさ、あれだよね。なんかさ、頼朝に非協力的みたいな感じになってるけどさ、なんかちょっとそれもそれで納得できるよね。まあ、実際のところさ、多分若年だからっていうのが最大の理由だろうと思うけど、三浦義村もさ、北条義時と同じタイプでさ、源平合戦の時ってあんまり活躍してないじゃん。正直。義澄の、父親の義澄の方はちょこちょこ名前出てくるけど。まあ、あとはあれだよな。三浦氏の暴流の和田義盛だよな、やっぱりな。出てくるのが。三浦義村ってそんなに活躍してないからね。義村も義時も、活躍するのは頼朝の死後だもんね。癒し役の工藤義満大丈夫寂しかった。あー、工藤さんね。あの役者さんよかったね。なんか、太りすぎではないかって言われたけど。そう、実際工藤義満で太りすぎでね、逃げ遅れて死んだって言われたもんね。武田の第三勢力感がすごかったから。あと、名前だけでもいいから、足利出てほしいね、やっぱりね。小山足利引き、じゃん、この後加わるのって、千葉と上総とかの方が、小山とか足利とか引きとか、葛西とかじゃん、あと。下神戸とかね。ティモンディもいい役もらってたね。ね、ティモンディ高岸っぽくてよかったね。どっちの足利って、そりゃ、源氏の足利よ。統制足利は、で、多分出てこないでしょ。存在が消されるで、多分統制足利なんて。三好幸長かな。三好幸長はでも、先行があるかな。木曽のたりで兄が出てほしい。いや、木曽は出ないでしょう。木曽で、足利義時は出ないでしょう。俺もごめん、もう、木曽の方に合流したやつとかさ、動画作ってんだけど、下書きとか。木曽勢の中で出るのは今井兼平とか樋口兼光とかそこらへんじゃない？
あと大富豪革命とか。ニッタがネチネチされるとかも尺が足りないし、尺が足りないし、橋の話だもんね。ニッタとか別に本流の話じゃないもんね。ニッタがね、ニッタは、ニッタ佐竹、どうだろう。ニッタ佐竹でも名前だけは出そうだけどね。名前だけは出んじゃない？頼朝に合流しない源氏みたいな感じで。足利義兼登場したら脚本に幕府滅ぼす伏線はありそう。じゃあ、あのさ、いや、ぶっちゃけ義兼は俺、どっちでもいいと思ってんだけど、どっちでもいいと思ってんだよ。義兼は。たださ、義氏が出てほしいんだよ。足利義氏が。そのために義兼必要じゃねって思うから。義氏ってこの後北条にバリバリ絡んでくるじゃん。義時とか三浦とかにも。それこそ和田合戦でね、一番ね、活躍したやつなんで、足利義氏じゃん。お前御前出るんだから今井は出る。そう、今井は出るだろうね。今井金平。あと、ちょっと頼りない感じで樋口金光とかも出るんだろうな。足利義氏登場のためにもちょろっと名前だけでも出てほしいんだよな。山本義経。山本義経なんて出すわけねえだろ。そしたらあれだな、足利義兼も出して新田義兼も出してほしいな、それだったら。当時の人って面倒くさかったろうなって思う。だって足利義兼と新田義兼もそうじゃん、両方とも源の義兼だからな。っていうのが俺は出てほしいなと、ちょっとそこだけはもう名前だけでもいいから出てほしい。なんでかっていうと義氏出る可能性を俺まだ若干かけてるから。なんか面白くなりそうなんだよな。足利がなんかいるとなんかちょっと緊迫感も出そうだし。って感じだったな。来週はどうなるかね。来週も多分この枠やると思うけど、そんなに喋ることないんじゃないかなと思って、多分来週。宗時の意思を組むみたいな感じでさ。なんかでも、あれだね。鎌倉幕府の、なんだろうな、性質的な問題でさ、ごめん、ちょっとだけ話すけどさ、今回の解釈でいくとさ、統合国家論的な感じになりそうだよね。まあ、で、間違いなくスタートはそんな感じだったんだけど、統合国家論だよね、多分。ごめん、寄ってる人は、コメントしている人以外は多分何言ってんだかわかんないかもしんないけど、鎌倉幕府って俺も動画で一回作ってんだけど、どういう性質を持ってるのかって考えたときに、統合国家的性質と、天文体制的性質両方っていうのがあって、まあ、朝廷から独立した？ほとんど。半分ぐらい独立して、好き勝手言ってんのが鎌倉幕府だよっていうのと、いや朝廷の一部の権門を担っているのは鎌倉幕府で相互に保管してんだよっていうのがあって、これ両方とも間違ってねえんだけど。でも北条宗時のね、今回のさ、源氏ももう平家もどうでもいいんだって、俺たちは俺たちの国を作るんだっていうのは、統合国家論的なあれだよな、話の流れだったよね。俺たちの国って感じになりそうだよね。まあ、でも、スタートは間違いなくそんな感じだったろうからな。そこら辺の話はま、さすがに出ないと思うけど、これが面白いんだよな、鎌倉幕府って。スタートは間違いなく統合国家論でさ、
始まってんだよ、間違いなく。呪文耐性論はドラマで描写するのが難しい。無理だろうな。てか無理でしょ。間違いなく東国国からのスタートなんだよ。ただ問題なのは、鎌倉幕府が膨張していくにつれて、全国政権かっこ仮みたいな感じの性質も持ってきて、で、検問体制的性質もどんどん出てきちゃったんだよな。ね、そうそう、酒井先生が検問体制寄りなんだもんね。だから検問体制の方がちょっと今若干あれだもんね。まあ両方ともどっちが正しいってわけじゃないと思うけど、性質として鎌倉幕府を見てるのそっちの方が多いだろうからね。まあ実際そうじゃんだって。俺もそれちょっと分かってんだよな。それちょっと思ってんだよ俺も。検問体制寄りだから俺どっちかっていうと。鎌倉幕府なんだっていうのは後半に問題になってくるのかな。坂東武者の自分たちのことは自分たちで決めたいがテーマなんだろうな。でもそれがテーマになんだろうね、やっぱりね。だから頼朝のさあ最初の土地の分配を頼朝が得るってこととかにも繋がってくんだろうね。いや、なんかこういうあれだよな、国を作るっていうのはやっぱりなんかロマンがあっていいよな。いいじゃん。で、何があれかっていうとさ、俺らはさ、分かっていいけどさ、最初のライトな視聴者層ってどうなんだろうな。あのさ、今なんか平家と戦ってさ、平家を倒した後、まあいろいろ戦いはあるだろうけど、なんだかんだハッピーな感じで義時が中心に良くなってくんじゃないって思うだろうけど、そこからが本番じゃん、今回の話って。平家倒した後からスタートするからさ、本当の戦いっていうのは。そこがなんかすげえあれだな、ライトな視聴者は果たしてこの後どういう感じで見んだろうなと思って。上級の欄やら原稿とかでどんどん消耗の増えたからね。もう原稿だろうな、最大の問題はな。原稿で抱え込みすぎなんだよ、あまりにもね。キャパオーバーしちゃったよね、原稿で抱え込みすぎたせいで。もともとそんなにでかくなるはずじゃなかったんだろうな、多分。俺はそれが一番可能性としては高いんじゃないかと思ってる。原稿で全国の武士を従えてしまったから。それまでは、別に全国の武士のための政権じゃないじゃん、鎌倉幕府って。一応鎌倉幕府が、まあ、天下取ってる感じではあるけれどもって。中川大志がね、畠山重忠の乱とかどうなんだろうな、地獄みたいな感じなんじゃねえの。私ライトですけど面白いけど、半額さんとか出たらときめきは、半額さんなんて言ってるやつはここにいます。もう時点でライトじゃねえんだよ。半額御前なんて言ってる時点でライトじゃねえんだよ。御家人の総合扶助団体っていうか、御家人たちのための組織だから、それが、なんでかわかんないけど、全国の武士政権になってしまったんだよな。現行のせいで。平の律が粛清しなかったらどうなったんだろうね、下月騒動でね。粛清しなくてもでも、まあ、そもそもさ、平の頼綱がなんで粛清したかっていうとさ、足立康盛の公安特性に反対してって感じじゃん。いや、じゃあ足立康盛の公安特性が、いや、うまくいってたらって話でしょ。でもごめん、何の話してんのかあれだな、もうあれだけど。康盛の公安特性って、あれうまくいくのかっていう疑問もあるけどな。鎌倉幕府、なんで滅んだなみたいな感じの、ちゃんとやってもいいかもしんないね。今度。
というわけで、そろそろ終わろうかな。じゃあまた来週もやるわ。で、あのね、多分ね、今週の金曜日は、ごめん、で、動画上げないんだけど、来週の金曜日に動画上げます。吉光の解説動画上げます、また。特性霊もまた沼ない。いや、特性霊とか面白いんだよね、あそこら辺って。すげえ面白いんだよ、特性霊の話とかも。やっぱりあれだったな、しかし。吉光動画、いつかつまずく時が来るだろうなと思ったけど、つまずいたね。今ね、再生回数全然いってないんじゃないの？だってな。うちのカウント見て。あれだよ、めでたく、視聴回数別ランキングって YouTube で出るんだけど、YouTube やってる人はわかると思うんだけど、これ10本中10位です。はい。吉光動画。10本中10位になりました。いやー、つまずいたな、やっぱり。チャンネルの登録が全く伸びてない。お疲れ様です。というわけでね、一応、ただ、まあ、と言ってもね、そのまま続けるから。まあまあまあ、そういう感じで。来週もやっていこうか。そうだね、来週ちょっと予告するわ。何やるかってことだけ。なんかやろうかな、でも鎌倉のこと。やりたくなってきたんだよな。ちょっとそこら辺も考えておくわ。俺でもできそうなこと。というわけで、じゃあ、皆さん、明日から仕事がある人多いと思いますけど、私もそうですけど、みんなね、今コロナ流行ってるんで、ほんと気をつけてね。俺もあれだからね、めちゃめちゃ気をつけてなったから。気をつけてもなるもんだけど、それでもね、ちょっとでも軽減するように頑張ってください。というわけで、お疲れ様です。じゃあまた来週も会おう。じゃあな。